見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。泉仙道。中華人民共和国は今や、米国に次ぐ世界第二の大国であり、軍事大国だ、と年一石、中国が名目の総生産、GDP、で日本を抜いたのは0.10年だった。本書は過去を検証することで、今後10年の中国の内政と外交を展望している。過去との対話、で未来を見通す。著者、鴨口、鴨智樹、慶応義塾大学総合政策学部教授は1997年生まれ。上海の復旦大学に留学し、香港に会計4年間駐在した経験もある現代中国政治外交研究の第一人者だ。本書は、著者が一般財団法人、火山会、発行の月刊誌、東亜に連載した、中国の動向が原本となっている。007年5月号から10年月号まで、中国の公式文書や、人民日報など膨大な文献を日々少量して中国の政治や外交の動きを毎月詳しく分析したものだ。連載内容は本書第1章から第4章に収録され、ページ数で全体の約8割を占める。だが、単に再掲したわけではない。刊行した当時の言葉には手を加えず、誤りは中をつけて残し、新しい変化や10年後だからこそ補うことができる事実があった場合に解説を加えた、4つの章に収められた、中国の動向は胡錦涛、前政権時代にあたる。この時代の分析を踏まえ、唯章で10年後の中国を考えるための視座を示す、という構成になっている。いわば、温故知新の老作だ。歴史とは、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話、イギリスの歴史家 E.H. カーは、こう説いた。今回、著者はほぼ10年前の自らの原稿を読み直し、その後の視点から、という詳細な側注を書き加えた。本書は、現代中国の政治と、大国、外交について過去、現在、未来を俯瞰する壮大な作業の結晶でもある。例えば、米中対立が激化する中、習近平国家主席が率いる最近の中国は、主として主権や領土をめぐる自己主張の強い、アサーティブ、対外行動を続けている。著者は側注、その後の視点から、で、強硬な外交路線への転換点を009年7月の第11回外交使節会議での胡錦涛氏の発言に見出している。